のこのプレーオフで大将でみんなよく、ね、正常に精神を保っていられるなっていう気はしますが、すさあデカメロン運営の一人、さあもうデカメロンさんも復帰してからもう一目みんなから追っかれるザベリになりましたね。このダラの壁を破れるかどうか。さあこれは不能重なっている前置き、ダラはひたすら前置きがやはり多いですね。そこからデモンも出せるというあの自信の表れだと思いますが、おっと起き上がりのゼロデモン、さあデカメロンこのねなんかつかず離れずじゃないな、なんかもう相手の出方を伺うスタイルが非常にいやらしい。イエスガーキャン、これはどうする、垂直ジャンプだが大剣今のダラもなんか漏れていたが、さあ今のでもガーキャンは見せられると厄介ですね。さあおっと残っているレバ中で確実に反撃、さあ今のは駒投げが怖かったが先に取ったのはダラデミトリー、ブルー様取り返すデカメロン、さあこれは不能気味だったが重なってはいなかった。さあこれはいっている、前置きだ、さあリバサー出ているがどうなる、さあデカメロンが止まらないか、ダラここで散るのか、さあ関西の雄ドンダラデミトリーアッセンのチームメイトを上に連れていきたい、まだある、さあプレジャーまだゲージがあるぞ、5本持っているダラ、うわやべえ、さあデカメロンどうする、危ない、ドーあ出ない、まだ分からんぞどうなる、歩くでは切っていく、そしてチームメイト勝ったのはダラデミトリー。